さんこんにちは、バレエダンサーの小林十一です。最初に良平さんからこのオファーを受けた時に、まあ単純に舞台に戻れるっていう嬉しさと、近藤良平さんコンドルズ、僕の中でやっぱり学ランっていうイメージが強かったんですけど、良平さんがどう僕を舞台上で生かしてくれるのかなっていう、ワクワク感みたいな方が強かったですね。篠原智恵さんとか田村パンさんとか、いろいろなジャンルの方が集まって、それに加え一般参加者という男10名女20名といういろんな人が集まりまして、でリハーサル始まった印象っていうのは、その近藤良平という土壌の中にいろんなその種、もうみんなそれぞれの才能を持ってる別々のその個性が集まりまして、それをどう料理していくのかっていう感じで、まあワークショップ的にいろいろ試みながら進んでいるんですけど、それが非常に面白くて、今毎日稽古場が楽しくてしょうがないです。これをどう構成していくのかっていうところが、まあこれからの稽古の醍醐味なんですけど、良平さんが僕に抱いているイメージっていうのはどうなんですかね。まあその辺がなんか僕も非常になんか踊りがいのある見せ場をいただいたりとかですね、あとはそのみんなと混じってその演劇的な要素、まあ僕の師匠であるモーリス・ベジャールさんもやってましたけど、例えばその普段の中でその一輪の花を摘んだりとかね、そういうその日常の中にあるような動きからその音をファッて加えて、なんかこう踊りに発展していったりとか、ただその動作が面白かったりとか、でそれをその組み合わせたりとか、その発想っていうその良平さんの頭の中で起こっていることがその実体化されるのが、とてもそのプロセスが面白くて、それを皆さんにぜひ見ていただきたいなとは思います。東京芸術劇場プレイハウスでの近藤良平のモダンタイムズ、お楽しみに。